皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。ヤクルト4・1巨人、14日、東京ドーム。巨人の岡本和真内野手が14日、東京ドームで行われたヤクルト戦で球審と口論になる場面があった。7回に後期で見逃し三振に倒れると、式田直人球審と睨み合い不穏な空気に。二岡智広コーチがベンチから飛び出し、岡本はの肩を持ってベンチへ誘導した。 実際の様子、式田球審も怒ったような表情、岡本はと口論になった一部始終。3点ビハインドの7回西一1、2塁の場面でヤクルト3番手、大西洋樹投手と対戦。初球は外角スライダーを見逃してストライク、2球目はボールゾーンへの外角スライダーを空振りして追い込まれた。そして3球目は初球と同じような外角へのスライダーがストライクとコールされ、 見逃し三振に倒れると岡本は苦笑いを浮かべていたその後ベンチへ帰ろうとするも振り返って式田直人球進と口論に二岡コーチが静止したためヒートアップはしなかった岡本は,は第1打席では右翼への安打を放ち3回1・1・2塁で迎えた第2打席では空振り三振6回先頭の第3打席では夕頃に倒れていたどう思いますか 気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。